今日はセミロングのモデルさんで、簡単なリボンという頭をやってみたいと思います。まず、一番最初にイヤツーイヤーで耳と耳を結ぶ線で右と左をセンターで真ん中で一度溶かします。そうですね、一応501でよく真上に引いて一回溶かします。そして軽くちょっとだけひねります。で、ひねったところに一回ピニングします。ピニングは情報通り変形 C ピンにして中に少し埋めます。で、こちらを垂らします。そして同様に右も同じく少し上に引いて、で、モデルさんのちょっと髪が難毛で若干絡みやすいんで、一度まとめる意味で軽く少し軽くひねっといて、で、同じくこちらに寄せておいて情報通り若干変形 C ピンでループの中に少しピンを潜り込ませます。で、これをリボンにしてこのまま襟足までどん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 リボンを作っていきます。で、こういう感じで一応今さっき説明したようにずっとリボンを結んでって1,2,3,4 つと襟足1つリボン、あのオール地毛です。で、こんな感じになります。こういうふうに1,2,3,4 とここに最後に1つのリボンですね。今こういう感じです。で、ちょっとウォーキングして